ゆいまる美容講座第2回目、本日は洗顔を教わりたいと思います。本日の講師も佐藤先生になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。でまず洗顔する前に手が綺麗な、綺麗に洗ってください、はい。手が汚れてるとせっかくの洗顔が お顔綺麗になりませんので、はい、まず綺麗な手で洗顔するということですね、はい。では、洗顔に一番大切なのは泡立てです、はい。泡立て、はい。で泡で洗います、はい。なのでクレンジングはクリームを動かす感じでしたけども、はい、今度は泡を動かしてお顔を洗います、はい、はい。でまず泡立てましょう、はいはい。では洗顔フォームを手に 2センチぐらい、2、3センチ取ってください。3センチ、はい、はい、はい、これぐらいですか、はい、はい。そしたら、そうですね、一緒にやりに立っていきますか、はい。そしたらちょっとこう、はい、ここに少しこうなんて言うんでしょうね、低いところを作って、はい、ちょっとお湯を手につけます、はい。そしてここについたのでここにで泡立てていきます。あんまりつけるとびしょびしょになるのでちょっと指先につくぐらいで大丈夫です、はい。そうです、でこんな感じで泡立ててちょっと水足りなかったあの泡立てたらまた水を足していけばいいので、はい、で空気を入れるとよく泡立ちます。硬くなってきたらまたちょっとつけてまた泡立てていきます、はい。すごい、あれ自然でならない、ならないですね空気を入れてみてください。ちょっとずつ泡立ってきたかな、はい。でこれ慣れていくとこうやってちょっと違いますよね、泡立ち方がね。全然違います。でもっといっぱいなるんですけども、はい、時間かかるんです実は、まあ、これでもこのぐらい泡立ってクリーミーなんですけど、はい、結構ね3分から5分ぐらい時間がかかるので、はい、なかなかそういうのやってられないんですよね、はい。そうです、そういう時の秘密兵器が洗顔ネットなんです。あ、はい。でこれをちょっと使ってみましょう、はい。で濡らしてちょっと水を切りますね、はい。でこれでクシュクシュ回してみてください。こうですか、こういう感じですね。あ、はい、はい、はい、こう両手でこう両手でプシュプシュこう、はい、このネットを洗う感じでやってみてください、はい。あ、すごい泡が出てきました、はい。でこれだと簡単に泡立てができます、はい。すごい、あっという間に、あっという間に泡がたくさん出ました、はいはい。でこの中にも泡があるのでこうやって絞って、はい、って絞るとこれだけまた泡が出てきます。あ、すごい、はい。でこういう簡単なやり方もあります。泡がいっぱい出ました、はい。この泡で洗うんですが、はい、実は今日はもう一つ、はい、洗顔にとても最強な味方のグッズを持ってきました、はい、はい。で実はこれなんですけど、何ですかこれ。これはですね、鹿の皮なんです。鹿の皮、はい。でキョンという鹿、はい、小さい鹿なんですけども、それの皮なんです、はい。でなんでこの鹿の皮がいいかというと、精油っていうんですけども、はい、昔から車を磨いたりとかメガネを磨いたり宝石を磨いたりするのにとても重宝されてたんですね、はい。でこれの繊維がですね、コラーゲン繊維なんです。コラーゲンなんですか、はい、コラーゲン、今話題のコラーゲン、プルプルコラーゲンなんです。で繊維の太さが髪の毛の15万分の1なので、はい、隅々まで入って汚れを取ってくれるので、すごい、はい。でこれがこれを洗うとそのくすみですとか、はい、そういうものが取れるってよく言われてるので、で実際使ってみると皆さん感想としては肌色がワンランクアップするわっていう感想をいただいてますので、今日はぜひこれを使ってみてください、はい。で、これも濡らすと、はい、もう触ってもらうと分かると思うんですけど、コラーゲンが、はい、水分がコラーゲンに、入っていくので、はい、ぬるぬるしてくるんです。あ、本当だ、ぬれぬれっていうか、はい、はい。でこれにさっきの
ンクリームをつけてまたこうやってやっていただくと泡立ちますので、はい、今日もせっかく泡立てたのでこれを一緒に入れてまた再度泡立ててみてください。はい、はい、この開いた状態で、うん、これを泡を入れるんですね、うん、でもう一回これを使ってこうやって泡立てさらに細かい泡でその細かい繊維でもっと細かい泡ができるので、はいはい、それを利用していきましょう。すごい泡がたくさん出てきますね、はいはい、で細かい泡になります、はい、繊維が細かいので。はい、じゃあ泡立ったら、はい、これを、四角に折っていきますね。四角、はい、で今泡立てた泡をここに乗せてください、はい、で泡がなくなってきたらまた作っていきましょう。はい、でこれをさっきの、クレンジングの時のようにおでこ、鼻、両方を顎に乗せていってください。はい、はい、おでこ、鼻、両方、顎ですね。あ、はい、でさっきのように今度これを、はい、くるくる回しながら、はい、洗っていきます。で、はい、先ほどおでこをこう洗ったようにくるくるくる、はい、で鼻筋、それからこういうところ頬をくるくる、はい、クレンジングと同じ要領でやってみてください。はい、はい、どうですか感触は。すごいなんかプルンプルンってる言葉に表現できないんですけどなんていうか滑らかですね。そうですね、すごく、うん、手でやるのとは全然違いますね、違うと思いますね。なのでお肌に刺激も与えないですし、はい、でこの強成分の特性は、はい、お肌に必要な水分と油分は残すというところなんです、はい、取り切らないので、はい、乾燥だとか取り切ると余計油が出たりするので、はい、その人に必要な分だけ残すので、素肌が洗った後の素肌が突っ張らなかったりとかしますので、で泡もしっかり泡立てているので、はい、まだずっと残っているおでこの方とかも泡まだ残ってますね。残ってますね。で泡がなくなったら違う面を使って、はい、また、ところですね、こうやってやって、はい、全体をくるくる回していってください。またおでこから、はい、おでこから、はい、まだここら辺取れてないので、はい、全体を、目の周りもですね、はい、目の周りは、こういうふうにくるくる回す感じで、目の周りを回る感じで、そうです、はい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 、こういう感じですね。そうですね、はい、反対ですね。そうですね。はい。で、小鼻の周りも。はい。はい、でも肌の上には石鹸、泡はないんですけども、はい、しっかり強運成分の方に泡はついてますので、はい、刺激はないです。はい。じゃあその状態で進んでいきます、はいはい、さっきの、クレンジングの時のすすりのように進んでいきましょう、はいはい、下から上へ中から外へですね、はいはい、同じように際の方もやっていきます。よくすすいだら、さっきのように、はい、拭いていきます。はい。
で洗顔が終了です。はい、はい、触ってみてください。どうですか、いつもの洗顔。あー違う、突っ張らないと思うんですけども、はい、はい、すごい終了です。